1206ノースモーキングルームです。まずは室内、こんな感じですね。一人旅にはもったいない、広さですね。はい。次にはビューはツインタワーが見えて、でベラッジオが、ギリ見えるかな。でシーザーがギリ見えて、パリスとかその辺普通に見えますね。あとマンダリンとか、まあそっちも見えるんで、多分夜はルクゾール の光は見えると思います。微妙に今西が向いてますから、南西ですね、向いてる感じで、ちょうどフォーコーナーの、15番反対側からマッキャラの方に、まあ、向かってる感じです。で、次はベッドは、なんだキングだかクイーンだかなんか知らないけどでかいやつです。こちらもそうですね、まあ、同じベッドで、十分に広さはあります。十分ですね、広さは十分で、次には、なんと、はい、ベガスにしては珍しい冷蔵庫付き、冷蔵庫で、次には、こちら、まあ、こんな感じですね。洗面台こんな感じで、アメニティは、バスバー普通にあって、こちらの方に来ると、やっぱバスバーとボディーローション、コンディショニングシャンプー、水分がいらないな、まあ、こんな感じでございます。で、バスタブ付きで、シャワーの水量及び、結構出るな、これ。結構出ますね。ちょっと待って。よいしょ。結構 OK です。悪くない。で、ちなみにここから部屋が見えるんで、逆に言うと覗けますね。お姉ちゃん連れてきた場合は。はい。そんな感じで、これコネクト部屋ですね。閉まってるけど、はい。で、あとはこれといって、とにかく広くて、まあ、値段そこそこの、なので、まあまあですね。はい。さっきのここから風呂が見えます、中が。よいしょ。やばいっすね。やばい。カーテンも何もない。で、空調の音はまあこんなものかな。ちなみに空調ここはちゃんとデジタルで管理してます。です。はい。以上、リオの、マスカレードタワー1206号室でした。悪くはないです。もう一回向こう見ましょうか。はい。悪くないですね。はい。あとここだ。はい、ちゃんとセキュリティ関係あります。アイロン設備もあります。当然あとドライヤーもあります。はい、ではお疲れ様です。以上でした。はい。